吉野さん、なんかその自分が知ってることをアウトプットすることってなんかやっぱり誰かの役に立つんでしょうねあの昨日なんですけども私ね何の変哲もない動画を上げたんですよそれはセルシオの車載動画なんですけどもまあ顔が写ってるわけでもなくて本当にねあのコンソールのところだけなんですよステアリング一部とね で、7分ぐらいの動画なんですけども、なんでやったかっていうと、セルシオの車内がどれだけ静かかってことを、ちょっとね、動画に撮ってアップしようと思ったんですよ。で、それをするとね、再生数がまだ15もいってない時に、コメントが入ったんですよ。そのコメントっていうのが、あのー、セルシオね、あのー、いい車ですよね、みたいな感じで書いてあって、私も、女性だったんですけども、私も幼い頃、祖父に乗せられて、 色々ね、送っってもらった覚えがあるんです。それで動画を見て私の動画を見てねあのそのことを思い出しましたとってもいい動画ありがとうございましたっていう形で私が感じさせようと思ったこととは全く違うものを受け取って感じて感謝のコメントを書いてくださったんですよね。うん、だそう考えるとなんか意図せず誰かのためになる発信っていうのができるんだなと思ったんですよ。ななんかちょっととといいいことだなと思いましてね。 今日お知らせししようかなと思いましたそれでねちょっと動画バッテリーが切れそうなんで別れちゃうんですけどもちょっと次の動画も見てもらっていいですえっと今回も2つに分けてお送りしますちょっと一旦失礼します。